幕府様々だね。しかしあいつが言ってた鎮守の儀って何だろうな。確かにそれが気になるな。どうせ取り次ぎまでに時間がかかるだろう。少し聞き込みをしようか。鎮守の儀とは何か、なしめとはどんな男か、いつから卑弥呼殿は民に顔を見せなくなったのか。鎮…あ？お前分かってないだろ。
村全体がやり場のない悲しみに包まれている。おい、お前たち。ったく、どうしてここの門番はあんなに偉そうなのかしら。あったまくるわ。私が卑弥呼女王補佐、ナシメだ。まさか幕府守護職が熊曽村の使者。源義経と申します。幕府の犬が。ちょっとあんた、茨城道士。そっちは熊曽で神喰いを倒し、よく調べて。お前が神喰いをな。本題に入りましょうか。まずはこれが熊曽村村長代理。ほう。でしかし我が、まあ我らは邪馬台、ま、何度も言うが、これでは拉致が代わりの、うん、目的が卑弥呼さんの負担を軽減することだというのなら、代わりになるような供物ではダメなのですか。例えば、そう、あなたがその片代になるか。静か御前。貴様、もしそれで本当に今までの巫女さんたちが解放されるなら、私は代わりになっても構いません。静か御前、バカなことを言うな。冗談だ。巫女の代わりか。ないことはないが、手にすることは不可能だ。あるんですか。古くから邪馬台国に伝わる地下洞窟、そこには先人の残した神器、死神の宝玉が眠っているという。神聖な巫女の代わりになり得るとすれば、これしかない。しかし、あそこは人の行き。それはどこに。私たちが行ってきます。やめておけ。死ぬのがオチだ。我々は神喰いを倒している。やりたいなら好きにするがいいだろう。死神の宝玉と巫女であるかぐやの交換。卑弥呼様、地下洞窟は大隅平野北部にある。ただそこへ入るには、神祠の洞窟にいる要という者の地。神祠の洞窟はこの邪馬台国敷地内にある。ここの向かい側にある洞窟がそれだ。獅神の宝玉は必ず持ち帰ります。だからもうこんな生贄の儀式はやめるって約束してください。私、あなたは一番に国の幸せ。考えておく。